はい、こちらは静岡県の裾野市でございます。こちらは JR の裾野駅。こちらの町は静岡県の東部にございまして、人口は約5万人。近くにあります静岡県沼津市と三島市のベッドタウンでございます。こちらの町は名前からも分かる通り、この周辺の3つの大きな山、富士山や箱根山、足高山の裾野にございまして、先ほども少し歩いていましたら、市街地にあっても少し傾斜があるような、そんなような気がいたしました。江戸の時代にはこの近くにございます御殿場市や小山町と同様に、相模の国の小田原藩の領地でございました。まあ、こちらの裾野市っていうのは古来から富士山へ登ります須山口の入り口のような町でございます。こちらの JR 須野駅は JR 御殿場線が走っておりまして、1日の乗降客数は約2500人でございます。この駅はもともと佐野駅と言いまして、佐野と言いますと栃木県の佐野が有名でございますが、そちらと被るということでございまして、後に富士山の裾野にあるということから裾野駅と改名しまして、そこからこの裾野市という町の名前がついたわけでございます。裾野の市街地は駅前にございまして、まあしかし考えてみますと、駅前に中心市街地があるというのはちょっと新しい町という、そういう意味でもございます。江戸の時代から発展していた町は、だいたい鉄道の駅から少し離れておりまして、何百年も人が住んでおりますと鉄道を誘致するような場所がなく、昔の城下町とか宿場町から少し離れた場所に鉄道が引かれることが多いためでございます。いやー、しかしなかなか街並みに好感が持てまして、私はこういう感じ結構好きですね。昭和の感じ、これはいいですね。本当、時代も平成から令和になりまして、昭和的な建物が昔の江戸、明治、大正みたいな、そんな感じになっておりまして、そろそろ一層古びていって、もはや歴史になっていまして、いやー、これからどんな感じでなっていくのかちょっと楽しみですね。なんか昔の昭和は平成になっていくわけでございますから、昔の昭和は大正みたいな、そんな感じでしょうか。いやー、この辺り公園でございますけれども、非常に綺麗。やはり裾野市っていうのは山の裾にございますので、水も豊富で、市内各地に至るところにこんな感じでございます。そしてこちらは裾野市役所、なかなか立派な建物ですね。なんか、そしてこれから裾野市の中央公園に入ってみたいと思います。こちらは非常に魅力的な五竜の滝というものがございまして、明治の24年頃にこの地に開業しましたホテルが前身となっておりまして、古くから東海地方の名園と称えられておりました感じで、小さな茶店もございます。なかなか見事ですね。なんか思っていたよりも迫力があって、こっちの方まで水しぶきが飛んでまいります。こちらには吊り橋もございまして、そこから見る滝の姿もまた絶景。あー、しかもこの吊り橋結構揺れますね。なんかグラグラ来ております。もうなかなか怖いですね、これは。いやー、すごいすごい。おー、そして滝が見えてまいりました。こんな感じ、なかなか揺れますよ、この吊り橋は。結構水流がございます。こちらにあった昔のホテルの説明がございますので、ちょっと説明します。結構由緒がございまして、明治の24年頃に開業しまして、現在の裾野市は東京から蒸気機関車によりまして、当時4時間ほどで到着できたため、外国人をはじめとする多くの著名人が利用されたそうでございます。すごいですね、皇族の方、東宮殿下、大正天皇と摂政の宮、昭和天皇など多くの皇族の方が来訪されたそうでございます。また作家の新田次郎や岡山牧水もこの地を訪れまして、何でもこの場所で書いた作品があるそうでございまして、これは結構すごいですね。なんか文学ファンも一押し、これは訪れた方がいいと思います。いやー、しかし裾野市の水の豊富さが本当に分かりますね。この公園に来ますと、足高山、箱根山、富士山という大きな山の裾野にございますので、それは納得。
少し移動してまいりまして、こちらは須山浅間神社でございます。こちらの須山浅間神社は須山口登山道の起源となる神社でございまして、世界遺産であります富士山の構成遺産の一つとなっております。こちらの神社が創建されたのは景行天皇の時代、西暦で言いますと110年でございます。古くより山岳信仰として富士山を御神体としております。いやー、結構立派な木がありますね。本当にこれは歴史を感じますわ。本当にすごいな、これ。いや、非常に立派な本殿でございまして、これは素晴らしい。